はい、はい、よーい、はい、20回ね、タッチプッシュね。で、必ず太ももにタッチするとこまで、それを20回、げんこつで全力、ね、全力、まあ、バトルロープのプール版みたいな感じです。20回やってから、プールで真ん中までダッシュで、はい。で、この時に、手パーにしてね、プールでダッシュするときに、もし、もうヘロヘロで、フォームが乱れるようなら、げんこつ、グーにして、ダッシュをしていってくださいね。フォーム崩れることが一番ね、やっぱりまずいと思うんで。で、ブレの人は後ろ体重かけて、ね、体重かけてブレのね、キャッチのところのスカーリングを20回やってから、真ん中までプルでダッシュね。はい。いける？おい。はい、よーい、はい、おい、おい。で、ブレはちょっとね、前進んでまうから、ちょっと後ろに体重かけつつね、やってもらうといいと思うんで、はい、きつそうやな、はい。で、これで、まあ、プールの、水の中の牡蠣ですよね、牡蠣の強化を目的でやってます、ね、で、もちろん、スピード、高めたいので、まあ、速いピッチでねやるんですけど、まあ、動作は必ず正確にねしっかりと太ももね自分の手上げれるとこまで上げて太ももタッチのとこまでしっかりやってください。ほんで応用編としては重型の人とかは交互にやるのもね交互に右左右左をね交互にやるのもいいと思います。はい。